上空は中華人民共和国山東省防止に位置する四角区。県名は県の白区であったことに由来する。596年、随朝により州が設置される。606年に州は廃止となり、国会県とされたが、当庁が成立すると619年、再び州を設置したが、627年に再び廃止となり青州の管轄とされた。 965年、再び州が設置され、州地は北海県に設置された。1377年、州は県に改変、来州府の管轄とされ、中華民国まで添い重ねされた。日中戦争期間中は中国共産党の抗日拠点とされ、1942年12月、県北部及び都市密県の一部にことぶき県を設置。 それ以外の県県域は南県とされ、現在の上区は南県の管轄とされた。国境内線においては1948年4月に共産党の実行支配権を獲得、上から帽子にかけての地区に中央下等局直轄の棒を特別し、同年7月にはマサ線区が設置され、県はその管轄とされた。1950年5月、帽子が廃止となり、 県に編入、同年十一月には再び研究士としての帽子が誕生し、マサ1 0区の管轄とされた。九百五十八年十二月、県が廃止となり帽子に編入、九百六十一年十月に再び県が設置されるなど頻繁な行政区整理が行われている。九百八十三年八月、帽区が地球市の帽子に改編される際、旧 帽子を呼び、県が、ジョークとされ現在に至る。ありがとうございます。